ートレース若松パイナップルナイターではモーター使い納めの一節となりました日刊ドットコム杯、7日間にわたる長い戦いもついにファイナルです。これから優勝戦第12レースを行います。1号艇大阪の岡田紀之、2号艇兵庫の安田雅彦、3号艇愛知の本田博和、4号艇愛知の天野明夫、5号艇福岡の大野義明、6号艇福井の松村光太、以上の6名枠なりに作戦行動が始まっています。人気を集めるのは1号艇岡田紀之です。実績今一つの5号モーターを抜群に仕上げて掴んだこの1枠、人気を集めて陰線です。2コースは岡田と共にシリーズ引っ張ってきた2号艇安田雅彦、初おろしで優勝、前節も優勝のエースモーター53号機で7勝をマーク。3コースは3号艇本田博和、手にした30号モーターはこの1年大活躍、自身も1月若松で優勝と好相性です。4コース角1は4号艇天野明夫、常滑からの連続優勝をかかっています。若松はこれで4連続優出。5コース整備力を生かしてパワフルに仕上げて地元優出成功、5号艇大野義明。大外6コースに6号艇松村光太、準優は渡辺を振り切って2着。3対3で1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。5号艇の大野がトップタイミングとなっています。その後は1番3番も出ていって1枠、逃げる1号艇の岡田、刺す2号艇の安田、まくり出しは3号艇、握った5号艇大野、先頭は1番2番のトップ争いです。スタートは前提正常でした。逃げた1号艇岡田、刺した2号艇安田、さらに内を取って4号艇天野も絡んでいきます。4番2番1番三つどもえの優勝争い、真ん中から先に逃げる2号艇安田、続いて4番1番と折り返してホーム側、先頭は2号艇の安田雅彦です。2番手が1号艇岡田、僅差の3番手4号艇の天野、上位3艇2番1番4番、2番手3番手まだ定冠はわずかです。2周の1マークトップで回る2号艇の安田、2番手1号艇の岡田、続いてのターンは4号艇の天野、上位3艇2番1番4番でバック側に抜け出しました。その後ろは大きく水が入って5号艇大野義明、3号艇本田博和、6号艇松村光太が最後方。2周2マークの旋回です。トップで回るのは2号艇の安田、続いて仕掛ける4号艇天野、刺して1号艇岡田、2番手は1号艇岡田がキープ、3番手4号艇の天野、上位3艇は2番1番4番で優勝戦最終周回に入っています。先頭は1周1マークを刺して2マークでライバルたちを振り切った2号艇の安田雅彦、最後の1マークトップで折り返します。食い下がる2番手1号艇岡田、3番手は4号艇の天野、上位3艇2番1番4番で最後のバックストレッチ、このまま2対1 4で入ると3連単の図 26.6 倍です。優勝戦でパワー発揮となったのは2号艇の安田雅彦です。これが通算73回目、今年2回目、若松は初優勝に向かっています。2番手1号艇岡田、3番手は4号艇の天野、2番1番4番の順に優勝戦まもなくゴール。先頭2番安田優勝5輪、1番岡田4番天野5輪、5番大野5輪、3番本田6番松村5輪。以上優勝戦前提、ゴールインしました。